2022明治安田生命 J1 リーグ第12節、北海道コンサドーレ札幌対京都サンガ FC、 舞台は6月国際親善試合 A マッチの舞台となる札幌ドームです。ではホーム札幌の予想フォーメーションですが、札幌の注目ポイントはどんなところでしょう。やっぱりピーター・ウタカに対して岡村選手マッチアップする機会がかなり増えてくると思うので、はい、ここでのやっぱ強さを発揮できるかというのことを、まあ、前線の機動力を生かしたコンビネーション、はい、やっぱチャンスは本当に多く作れているので、今日は決めきるというところを、まあ、このゲーム出せるかですね。阿部、京都サンガ FC の予想フォーメーション、まずはこれ前節と同じように4バックで予想しましたけれども、3センターバックで5バックのような形も想定されますね。ですね、井上選手のポジションはどこに入るかなっていうのは個人的にはもう注目してるんですけど、はい、ここもいい対応ですね。前からのプレッシャーが効きましたね。白井対福森、切り返して左足でのクロスが上がった、松田天馬、菅野の向こう側、こぼれ球、歌か。前節の形でしたよね。はい、カットインして白井選手を、左足で、これはもう歌かに合わせたかもしれないですけど、後ろから松田選手入ってきましたね。はい、森にプレスは宮吉、裏を使って菅がクロスを入れてくるか、折り返した青木のシュート。あー、意外性ありましたよ今、ファーをこう狙うと見せといてニア行きましたよね。武田が左足の精度のあるキックですが、これが宇高に当てました。いいですね。そしてワンタッチで右サイド、宮吉、ピーター宇高、前が空く、福森君も行くが宇高のシュート、ゴールキーパー菅野の正面。いや、流れるような連携でした、はい、いや、今の自陣からのプレスの回避ですよね、はい、かわし方見事でしたね。駆け引きやっぱ相手のラインのところは一つありますよね、やっぱり、はい、あ、いいですね、いいコンビネーション。あと金子拓郎から青木亮太、左に駒井もいる、青木亮太が右足でのシュート。上福本は今触ったのかどうか、左に外れました。ゴールキックのようですね。福森、高見にアウトサイドにいたのでスルーして菅のクロス、倒れ込んで上福本、最後混戦の中よく掴みました。低いボールを入れる、高見のヘディング決まった、今シーズン初ゴール。早い弾道にピンポイントで合わせました。52分のゴール、いや、強烈なヘディングです。まずボールが素晴らしいですよ、このボールスピード、コースでタイミングもドンピシャですよね。マークを振り切ってますから、しかもしっかりと当ててコース変えてますよね、まあ、このでもゴールスピードはやっぱヘディングしやすいと思うんですよね、はい、少し当たると当たりどころでいいとやっぱりゴールいきますから、うん、これを続けていきたいですけどね。出足鋭く菅大輝、福森から長いボールが菅の前、さあ菅が収められるか、金子も戻る、菅のシュート、コーナーキックです。上福本が手をよ、はい、なんとか伸ばして当てました。でも今の福森選手のボールもやっぱ止まるようなボール蹴ってると思うんですよね、これ、はい、流れないように、あ、微調整してますからね、あの左足のキックは。こちらは山田風紀、ピーター・ウタカに当てて、まだあります。武田、白井、山田風紀が間で受ける、左足を打った、いいですね、良さ出ましたね、
相手が寄せてきましたけど、その力をうまく利用して前向いて得意な左に持ってきましたからね。金子大輝から左、荒木がどんどん出てくるようになりました。ニアサイドはいないんですが、右足でヘディングは大前。いや、よかったですよね、今クロスを入れたタイミングは、はい、まあ、札幌の守備はつけ切れてなかったので。長いボールを入れる、ファーサイド中島が勝ちます。ここで長い笛、試合終了。1対0、高峰の見事なヘディング。恩師ミハイロ・ペドロビッチ監督、 J1 通算500試合目、勝利を送りました。札幌は今シーズンこれが3勝目。